アレクシス・アルグエーリョは、ニカラグアのプロボクサー。マナグア出身。身長178センチメートル。ニカラグア初の世界王者となった。1974年から1981年までに3階級制覇を果たした。引退後は、ボクシング審判員として活動。また、2008年には、ニカラグアの首都マナグア市長に就任した。同年の北京オリンピックでは、 開会式でニカラグア選手団の騎手を務めた。当時12歳のローマン・ゴンサレスを指導した。何度か結婚と離婚を繰り返している。1968年、プロデビュー。初の世界挑戦は1974年2月16日、エルネスト・マルセルの持つ WBA 世界フェザー級タイトルだった。9ヶ月後の1974年11月23日、 マルセルが返上したタイトルを獲得したミスターノックアウトルーベン・オリバレスの初防衛戦の相手に選ばれる。アルクエールは10回以降小負けのピンチに見舞われるが13回左フックのカウンターでオリバレスを横転させさらに粘る王者を右アッパーで沈め世界タイトル獲得。このタイトルは4度防衛した。1975年10月12日3度目の 防衛戦で来日し、東京、倉前国技館で、腰掛け人と呼ばれた、ロイヤル小林と対戦、5回2分46秒、ボディブローによる小勝ちで防衛を果たした。原料区もあり、1976年にはタイトルを返上。この後、一時引退するがすぐに復帰。1978年1月28日、柔度防衛中の WBC 世界。 スーパーフェザー級王者、アルフレド・エスカレラと対戦し、13回 TKO 勝ちで2階級制覇を果たした。原料区から解放されたアルグエリョは、8度の防衛を達成した後、タイトルを返上。1981年6月20日、ジム・ワットの持つ WBC 世界ライト級タイトルに挑み、ダウンを奪っての判定勝ち、3階級制覇を果たした。 このタイトルは4度の防衛を果たし、返上。1982年11月12日、当時史上初となる4階級制覇を目論んで、アーロン・プライヤーの持つ、WBA 世界スーパーライト企業座に挑戦。強打をヒットさせるなど前線したが、14回に、プライヤーのレンダーに捕まり、ロープ際で滅多打ちにされ、立ったまま失神。TKO 負けを喫した。しかし、 テレビカメラが捉えていた映像などから、試合中に、プライヤーのトレーナーのパナマルイスが、精神刺激薬を混入させた水をプライヤーに、与えていた疑惑が浮上する。ルイスは、水道水と炭酸水のペリーを混ぜたものだと疑惑を、否定し、処分されることはなかったが、後に、ルイスが別の試合で、薬物を混入した水を使ったり、ボクシンググローブの中綿を抜くなどの不正を、 働いていたことが発覚する。1983年9月9日、アーロン・プライヤーと再戦するが10回小負けとなり4階級制覇の夢は叶わなかった。試合後に、アルゲリは今後もう試合をすることはない。引退だと引退を発表する。ニカラグアのサンディニスタ民族解放戦線政権に抵抗する反政府民兵組織コントラに参加するが数ヶ月で脱退。 政府がアルゲリオの財産を没収した。1985年10月25日、経済的に困窮したため、約2年ぶりに現役復帰する。1986年2月9日の試合を最後に引退。インタビューで浮気を繰り返し、経済的に困窮していることやコカイン中毒であることを認め、うつ病で自殺願望があったことを告白。 8年後の1994年8月27日に復帰するも1995年1月21日の試合を最後に再度引退した。ボクシング引退後、サンディニスタ民族解放戦線に倶替えをして、ニカラグアの政治に積極的に参加するようになる。2004年、マナグアの副市長に当選。2008年、ダニエル・オルテガ大統領のサポートを受けマナグアの 市長に当選するが、野党は不正投票があったと訴えた。当選後も派手な海外視察で批判を受け、税金の不正使用で訴えられた。2009年7月1日、マナグアの自宅で死去57歳打つ深夜1時頃に拳銃で心臓を撃ち抜いて自殺したと伝えられた。警察は検証を行ったが、死因を公表しなかった。後に、現地新聞が、 自殺説に異論を唱える記事を掲載。娘のドラ、息子のアレクシス・ジュニアも多殺であったことを訴えたが、自殺の動機については、アルゲリオが汚職に関わっていた説や、サンディニスタ民族解放戦線の政権運営に、失望し、政党から離れようと悩んでいた説などがある。ありがとうございます。